はい、ガリわさびでございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日なんか、はい、夕方までしか打てないそうじゃないですか。飛行機がそうなんですよ、あるないでね、はい、うん、はい、でまあ、あの今日出演時間短いんですよ。で、はい、何やろうかなと思ったんですけど、あのホールさんがですね、メガガイアの越谷大里店さんなので、はい、まあこの番組ではだいぶおなじみですね。そうですね、はい、今日は立ち回りを、まあ、夕方まで短時間の中でですね立ち回っていくというのでやっていこうかなと思うんですけど、はい、もう題選んできました。はい、はい、何を選ばれました。私はバンバンですね。そうですね、はい、はい、まあ、半日勝負なので、まあ、はい、判別できる時間も半分じゃないですか、なので割とその勝負が早い機種、はい、あの判別が早い機種を選ぼうかなと。なるほど、はい、うん、私はね結構悩んだんですけど、普通です、花火通にしました。潮騒がハイハイ潮騒が4台あったじゃないですか。あ、はいはいはい、であれもいいなと思ったんですよ。そうですね、短い勝負でもう尺が取れそうなんで、はい、まあまあまあ、まあ、そういう意味でいいかなと思ったんですけど、4台あって5が入ってるってはい、で分かってれば、はい、そうですね、打ちたいんですけど、はいはいはい、いやないかもしれない状況で打つのはなかなか難しいかなというような気もしまして、まあ、花火 2に関してはまだ打ってなかったんで、今日はあとはすでに2人いたっていう、まあ、他には他の島はちょっとあんま埋まってないところもあったんですけど、はいはい、あそこには2人いたんで、2人いればまあ周りも見比べながら、ね、うん、打てるかなということで花火2にしましたけど。あれですか、 C じゃないや、あの H じゃなかったらやめるんですか。やめないです、そのまま打つんですか。で H入ってったの見たことないですもん。私もないです、うん、だから多分使わないんでしょうから、うん、まあ、5、6狙いで、まあ、5でも花火 VS 打つよりは割がいいというのがまあ最大の理由ですかね。短時間でも、花火って結構前半グダグダで後半なんとかなったみたいなパターン、結構ありますね、花火 VS あるじゃないですか、はい、でもまあ2だったらその分まあ少しはこっちが緩やかなのかなという、うんうん、短時間狙いということで、ね、花火2にしてみましたけど、じゃああれだ、バンバンクロス2台あったんで、はい、もうオープニングさっさと切り上げないと、もう1台が勝手に動いてしまって、もう1台が当たりだったって後悔するんで、はい、でもさっさといきます、はい、実戦の方行ってみたいと思います、はい、よろしくお願いします。というわけで、花火2にしました。H が入ってるとは、まあ、これっぽっちも思ってないですが、まあ、さっきも言った通り、基本的に機械割りが、特に骨折定期の機械割りが、花火に比べると高いので、前半からぐだるパターン、骨折定積もってるのにもかかわらず前半からぐだるパターンっていうのが、まあ、少なめには一応理論上のあるのかなということで、これしました。ただこれはもう個人的な、感想なんですけど、花火2の方が花火よりも分かりにくいと思ってるんで、そこですね問題は。ただメガガイアさんの状況的に多分1号だと思うんで、まあいい数字、どっかしらいい数字があれば、特に風鈴かな、があれば1ではなさそうだなみたいになれば粘れるかなという感じで、進められるんじゃないかなという予想です。じゃあ打っていきますけども、打つ前にあのバンバンはあの必ずこの大都吉宗シティっていうのをやっておくと、通常時のベルビー、設定差のあるベルビーを勝手に数えてくれるので、これはやっていた方がいいです。あの下2つか上2つかが結構ベルビーの差があるんですよね。39と32かな。なので、勝手に数えてくれる大東吉宗指定を立ち上げた上で打っていきます。で、私はあの基本的に打ち始めは C かどうかをいち早く察知するたびに、子役告知モードにして中リールの中下段に黒バーを狙って打ちますね、私は。まあ、なんでかっていうと、あのバンバンってあの1万役 A 重複のボーナスと1万役 D 重複のボーナスにすごい設定差があるんですけども、あの中リールの中下段に黒バーを押して打つと1万役の A も D も見抜けるんですね。1万役の A は黒バー黒バー7なんですよ。で、
一枚役の D は、白黒7だから、このね黒バーが下段に止まった時点で A か D どっちか重複なんですよね。一角で分かるんですよ。でそこからピックが出てくればほぼ C 否定になりますし、CP が出てくれば C の方向になってくる。なのでできれば判別中はこの黒バーを中リール中下段に目をして打ちたい。C、この台が C だって分かればまたちょっと打ち方変わるんですけども、それはそれでまた説明します。で、子役のパターンはですね、中リール中段に止まった図柄が基本成立してるんですけども、7かバーが止まれば外れかボーナス。ベルが止まればこれはね、入ってますいきなり入るんだ。ベルが止まればベル中段テンパイして、左でチェリー狙ってベルかチェリーなんだけど、ベルテンパイしてないので、フラグ判別は左の右の枠内に単独の白を狙うと、ずるっと振ってくれば、バケか、バケは赤赤バーなので左にもう7を狙うと。ちょっと待ってね展開が早いのでちょっとゆっくりやらせてくださいバケ中の説明をしますか。バケ中はナビが出るんだけど、これは今ちょっと特殊モードにしちゃったんですよね。もともとこういう演出ではないんだけども、この演出にすることで CB 中のビタ押しの邪魔をされにくくなるので、第3停止、ストップボタンの第3停止を押したままプッシュボタンを押せばこの押しの邪魔をされにくいモードになります。で、バンバンとベルの比率が設定1や5だと、バンバン、ベルが1に対してバンバンがね 1.7 ぐらい、7回ぐらいで、設定 C や C プラスだとベルが1回に対してバンバンの成立回数が 3.5 とかなんですよ。すごい差があるんですよね。だから設定 C や C プラスを狙う場合はこの CB 中にバンバンがいっぱい揃うことを期待して打つ、これです。今はパーフェクトで出てきたんだけども、通常の通りレギュラー揃えるとこうねスピードを煽られる演出になるんですよ。早く押さなきゃっていう演出、液晶演出になるんですよね。なのでできれば第3停止押したままプッシュボタンを押してこの演出にしといた方が目押しのミスは減ると思います。この間収録行ったホールが花びつが H 使ってて、1台で1台が H で、でまあどうせそんなもん入らねえだろうと思って全然違う機種言ったら H で、ああと思ってやらかしたなと思ったら、次の日に行ったホールも H 入ってて、で座れなく、すごい取りこぼしてるんですけどね、花びつ自体をいろいろ。ああ、だった32ゲームレギュラーですね。あ、チェリーレギュラーだ。2000円ですね。風鈴より先にバケ引きました。まあ割がね、高くなるこの最たる理由が立ってんじゃん、左の人最大の理由が、まあ、今のレギュラーですね。116枚こう取れるレギュラーにあると思ってます。まあ花火ね、こうやって花火とか花火2とか打ってる上で、その参考になる点の一つとして、まあ、僕がよくいつも見てるのは、例えば今みたいに左の人みたいに2ゲーム前に当たってるんですよ。でまあそういうところを見ると見て、ああ何だろう、花火も花火2も基本的にほとんど一緒ですから、花火も花火2も、まあ、登場からもうこれだけの椅子が立っているのに、そういうことが起きているってことはあんまり普段打たない人なんだろうなという判断。
で一応カウントはしてるっぽいんですけど、まあその押し引き、これがこうだからやめようとか、これがいいから続行しようとか、そういう押し引きに関してはもう信用できないなっていうのが分かる。まあちょっと言い方は悪いですけど、ね、でもまあそうやって人を見るないとキリがないんで、そういうところで、まあ、普段打ち慣れてるか慣れてないかっていうのはやっぱ判断していかなきゃいけないんで、っていうかね、さっきの CB 中バンバンが6回でベルが2回、これ C 寄りなんだよな怖いな、中リール中段にバンバン止まれば右リール適当に押して左の枠上に白ボーナスを狙う、そうすればバンバンが取れます。あ、それで、あ、左入っちゃったこれあるんじゃないの、ちょっと待ってよ私、この時です、これ今あの第3停止押しっぱにしてるでしょ、レギュラー揃った状態でそのまま指を離すと、通常のこうスピード、目押しのスピードを煽られる演出になっちゃうんですよ。私苦手なんだけど一回やりますか。じゃあこれでね、こうやってね出てくるんですよ。で早く押せっていう、たまにこれがねボフって消えたりするんですよね。これが私嫌なので基本このモードではやらないんですけども、今あのやりにくさを伝えるためにこれを選びました。あー怖い、っていうかこれ今ねバンバンが13に対してベルが3回、 4.3 ぐらいこれあるんじゃないかな。いや、勝つために立ち回るとはいえカメラ前ではねちょっと緊張しますもんね、バンバンってね。ああ、2つ右の台が左リールが見えないんですけど、右リールにこの形が止まっていて、ここがチェリーでバラバラバラってなってて、次のゲームで当たってるのはチェリーで当たったのかもしれないですね。次のゲームで気づいてる感じだった。だからこの形になっていて、ここは見えないんですよ、左リールがね、ここから見る。でもこの形でバラバラバラっていう下で柳が出てて、次のゲームで3枚掛けから気づいてるんで、チェリーで当たる可能性が高いかなと。こういう中右を見ての成立役推測、いや当てたかどうか知らないですよ、これは分かんないですけど、左見えないんで、ただ単に中リール氷取りこぼすとこを間違えて押しちゃって、で氷こぼしっぽくなったけどたまたま当たってたのかもしれないけど、まあそんな風になってる可能性の方が低いじゃないですか今時ね、花火打ってる人の中で。なので今チェリーチョークだったんじゃないかなっていう風に思いました。まあ、花火でねそれが大事かって言われると、まあ、そこまでではないかもしれないですけど、これは例えば他の機種に置き換えた時に、中右の停止系だけで左に何が止まってるかを想像できるかっていうのは意外と推測に役に立ったりするんで、あの普段からこう子役が揃ったからただ揃ったなだけじゃなくて、意識しておくのはどういう停止形になってるかを意識しておくのは大事ですね。だから僕こうやって花火とかも順押しで押したりとか、挟み撃ちも見ないで中リール押したりとかよくやってると思うんですけど、こういうのもあの AT 機とか打ってる時は自分の台のリールなんか特に見てなくたって、周りの台ばっか見てて適当に押しててもさほど問題ないじゃないですか。でもノーマルはやっぱそのゲームで氷こぼすかもしれんし、でそのこぼした時の氷が痛いんで、周りの台のビッグチューとか RT チューとか挙動とかを見ながらも、自分の台のリールもやんなきゃいけないわけですよ。そうなるとやっぱリールを見ないでいかにこう子役を取れるかっていうのがやっぱ大事になるんで、こういう普段僕がやってるようなこういう打ち方はできた方がいいと
僕は思いますけどね。今右の台がレギュラー当たりましたけど、どういう出目で当たったかちゃんと僕は今分かってるわけです。だいたいライターさん含めて演者さんって AT 機とかでも左リールにこうバーを狙ってチェリーをフォローして打っている人が多いじゃないですか。でもその左リールの白バーを目押しする、黒バーを目押しするみたいなことによって、例えば周りで起きていることを一つ見逃したら痛いじゃないですか。でも大体最近の台ってスイカとか3枚とかなんで、まあでしかもほぼ演出がないと出ないわけじゃないですよね。そんな中で左リールにチェリーを目押しする必要性ってどこにあるんだろうと思うわけです。だから僕普段打ってる時もそうなんですけど、普段 AT 機とかも打ちますから全部適当打ちですね。ほぼ演出が中で出た時だけです。左だったり中だったり、まあそれはいろいろですけど、まあちゃんと子役を狙いに行くのは全部適当打ちですね。スライドできるならスライドしてもいいし、そのぐらい。だからよく左にチェリーを狙って打ちましょうっていう解説とかってねあると思うんですけど、僕逆です。全部適当にやりましょう、適当に打ちましょうが一番推測ですね。まずそこで目押しをするという労力を使うこともない、使わない方がいい、体力的にも目的にも。あとは周りを 見れなく、それによって見れなくなったらもう元も子もない思うんで、そういう意味も込めて、そろそろぐらいやったら隣の台の前兆、始まったゲーム数とか分かる方がよっぽどいいと思うんですよね。いや両方できればいいんですよ、両方できればもうそれでいいんですけど、いや要は子役を狙っていくっていうのは細かいところで損をしないようにするところだと思うんですけど、子役を狙わないっていうのもまた逆に細かいところで損をしないようにしてるんですよ。でも私最大ねビッグ1レギュラー12回だったかな、そっから C じゃなかったことあります意外とねわからないんですよ。でもこれ設定1だとビッグとレギュラーほぼイコールなんですよ、確率が。だから言ってみればアイムの56みたいな、アイムの56でもそういうことありますよね、ビッグ1回レギュラー10回とか。そうなるときがあるので安易な判断は禁物ですね。そういうことがあるから私C か C じゃないかを見極めるためにはまず中リール中下段に黒バー狙って、その1枚役重複のビッグかレギュラーかを見極めるようにしてます。こうなんちゃって C に騙されない、その保険的な意味でずっとこうやって打ちますね。当たりました。多分目押しが正しければなんだけど、中リール、中リール右リールでベル中段撤廃するじゃないですか。まあベルオアチェリーなんで、で今チェリー出たんだけど、このチェリー重複の時ってね、必ず上段に押しても下段まで滑るんですよ。で今下段まで滑ったように見えた、いや1コマ滑りだったら入ってないんだけど滑ったように見えた、なので1枚掛けしてみます。あれ違ったかな。1コマ滑りだった。いや、当たってた当たってた。あーびっくりした。ということは赤ビッグか、バーと黒、白とレギュラーは目押ししたので赤ビッグですね。96ゲーム赤ビッグ。あーしまった、やっちまった。私サザンアイズのビッグ中の曲大好きで、青ビッグの曲が
あのね、ボーナスビッグソロ打った時に第3停止を 3.3 秒以上押すと、あの越後屋の笑い声が聞こえて、あのサザンアイズの BGM 選べるようになるんですよ。やるの忘れた。まあいいや。いや、じゃあチェリーチョークのビッグも確か設定差結構でかいんだよな。当たった CB2 回、レギュラー2回がどちらも一枚役でもチェリーでもなくて、決定差の大きいチェリー重複がビッグだったっていうのを考えると、今のところは C を否定気味ですね。まだ全然わかんないですけど、この台がそのバンバンで判別する上において、その大事なのはその1枚 AD 重複とあとはチェリー重複なので、これありそうだな。あるのか。119ゲーム CB。 これは割と熱い演出ですね。ほぼレア役。これでワープしてどこに飛ぶかっていう演出なんだけど、だいたいブロック崩しの近くです。出目は外れ対応、ワープはレア役対応で近くです。この時は右リールに、C、今のところ C 濃厚なので右リールにバーを狙って左リールに7を狙う。これ C だな。そうか、私今日カメラ前でバンバンの C 打つのか。まあ一応ここの過去の実績から花火系にしましたけど、やっぱり周り見ててもあれですね、数っぽいですね。まあだからよくて1号ですね。まあ、可能性が高いかな今日も。当たって遅れ。当たった。163ゲームでレギュラーですね。追加が12本。合計13本です。ちなみにこれは今日やってないですけど、今日やってないっていうか収録時はやらないんですけど、普段打ってる時は花火は必ずどっちか1台左右があったらどっちかの、風鈴は全部数えてます。特にやめそうな方を数えてますね。やめそうな人の方を数えてますね。カウントしてない人の方を優先して、あとはマイジャグ打ってる時もカメラ回ってない時は隣の分のブドウも数えてます。これはもう絶対やってますね。特に狙い台がそこまで自信ない時はやってますね。で隣の人が風鈴引くたんびにこう押すと俺の数えられてんじゃねえかって思われちゃうんで、3つとか5つとかお気に押してますね。で、まあちょっと普段だったらもうちょっと回してから C だって判断するんですけども、まあこれ今日はちょっとカメラがあるので、もう私はこの台が C だって判断したとしましょう。で、判断した場合には打ち方は変えるんですよね。C だって分かった場合はできる限りボーナスを成立ゲームで揃えていきたい。C か C プラスだとボーナスが頻繁に成立するので、できれば成立ゲームで揃えたいってなった場合はこのね7番番7のね上の7をね上官か中段に押すんですよ。こうやって、だからまあ1万役と A とか D とか見抜けなくなるんだけど、圧倒的にボーナスの成立ゲームに気づきやすくなるんです。7番番7の下の7が中段に止まっても外れはボーナスなんだけど、この上の7が中段に止まると、バンバンオアボーナスなんですよ。もうちょっと言えば1コマ滑って7上の7が中段に止まればね1角でボーナスなんですよね。そのまんま7右に黒バー狙ってボーナスを直ドライできる。この1角があるっていうのがこの打ち方のメリットであり、その設定 C および C プラスのおそらく最適な打ち方なんじゃないかなと私は思ってます。これ一番熱い演出です。
中リールの例によって中リールの上中段に7狙えます。これは1コマ滑ったと思うんだよな今なので、おそらく1角、まあ、これでボーナスが成立してるかどうかは左に7狙えば分かります。バンバンが転敗するのか7が転敗するのか。バンバン転敗しなかった、つまり、ボーナスです。右リールには今 C っぽいので黒バーを狙えます。そうかそうなのか。で C か C プラスかっていうのはまあ、ボーナス確率もそこまでそんなに差がないので、どっちかっていうのはなかなか断定しにくいんですけども、まあ、断定できるとしたらC プラス確定画面が出るか、もしくはね、まあ、まだ全然分かるレベルの試行数は得られてないんだけども、ね、先ほど言っていたそのライト吉宗シティでこう読み取るわけですよ。そうするとこのベルビー確率っていうのが分かるんですよね。でこのベルビー確率っていうのがかなりの設定差があるんですよね。でここだから今このベルビーだけで見れたら今のところ C プラス寄りってことになります。なのでこのライト吉宗シティは打ち始める前に必ずやっておいた方が良いですね。つうか肝心の俺の風鈴が悪すぎじゃねえよ。19分の1ですね。ここまで下がるかってぐらい下がりましたね。氷で保ってたようなもんですね、僕の台は。いやー今日はね、ほんと今日はなんだもう言ったらなんなら打つことしたらやめといた方がいい日だと思うんだよな。もうすぐ居酒屋行ったらよかったんだよね。でまあ風鈴悪いんですけど、まあ正直本当に花火通は花火の時風鈴信者でしたけど、まあそれでもまあ短いゲーム数では分かんないって、まあ、いつも思ってましたが、花火通はもっと分かんないよ風鈴で。だから結局1号とかだと何にも分かんないですよ。でまあ1年ノーリスク5だとはそこそこ5でも終わりがあるっていう状況だから打てるっていうだけで、アレックスが全部死んでるんでアレックスやろうかな。まあ一番下がったはこれなんだけど、飲まれ279飲まれ追加までありかってことは羽はありってことか。これはもし追加なくやめてんだったら279回ったことになるんで、ビッグ1回そんな悪くないんですけど、グラフがこのビッグ引く前よりも下がってるんで追加もしてますね。そうだね、何にもまだ分かんないんだけどね。ただ俺の花火は分かんないんだけど、まだただ周りが良くないんだよね。両脇も1っぽいしね。まあでも本当にやることないもんね。ガリさんの隣打ってみる。いや、やってみるか。それぐらいしかないもんやること。はい、というわけで、ちょっと今回は短い実践時間ではあるんですけど、間でちょっとこう作戦会議じゃないですけど、なんかもう、はい、そういう話をしていこうかなという、感じですが、はい、もう決まったじゃないですか。もうそうですね、偶然の1号でもない感じですか。中身も抜群です。中身も、はい、もう C か C プラか、はい、今CB 中の子役が CB6 回かな、はい、で、クロス追加が37回、はい、ベルが9回、はい、ああじゃあ大丈夫です ね。ああなるほど。で隣が空いてるわけですよね、まだね、はい、で俺本当やることなくて、で私1ヶ月前にここ来てるんですよ、はい、同じく、はい、ケノツクに、はい、でその時は2台並んで C だったんです。私は取れなかったけど、うん、はい、あ取れなかったですね、はい、でまあそうなると C でしょ、はい、2台ともだとやっぱ多分 C ですよね、おそらくね、多分ただねやることないんですよ、本当にやることないんで、はい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 、1台目の花火はまだビッグゼロなんで、はい、ちょっと別にいいか悪いか分かんないんですけど、バーサス花火パーって見てきた感じ、ちょっとあんまり皆さんよろしくない、当たってないんで
全体的にそんなに微妙かなっていうのと、まあ、両脇がすごい1っぽいっていうのが、うんうん、まあ1号かなってあって1号かなと思うとちょっとうーんっていう感じなんで、今とりあえずあと風鈴がめちゃめちゃ悪いんですよ。あ、うん、なので今とりあえず1回やめてきました。はい、どうですか隣。んどうも、もうそれしかやることないんでね。だ、まあ、それか3台のアレックスに1台あるって仮定して、まあ、一番これの3台なら僕がだったらこれ打つなっていう台が朝それだけ埋まってたんですよ、はい、うん、で、まあ、その人辞めてるんですけど、まあ、600で1の0っていうところ で今280ぐらい回って辞めてあったんですけど、うん、280が追加投資なしだったらやってもいいかなと思ったんですけど、あ、あのグラフがこうなってたんですよ、はいはいはい、だから要は上がって下がってさらに追加してたんで、はい、あ、なるほど、うん、っていう感じで、じゃあまあ、じゃあまあバンバンやってみようかな。17本入ってて、はい、で0の2なんですけど、はい、このままもしバンバンが C でも、はい、僕は今日ノービックで終わる可能性がむしろその可能性の方が高い。そう、花火で弾けなかったから全然あり得るなと思うと、ね、ちょっと、うん、怖いところではありますね。うーん、どう、まあでもまあ一応やってみます。うん、あのね、いきなり1台目でそうだったんで、そうですね、で隣それでもまだ0-0ですもんね。1回転も回されてないですよね、はい、うん、なので、まあ、とりあえずはやってみようかなと思うんですけど、ね、やっぱまさか積もれるとね、いいですね、うん、ただあの最初から行けばよかった俺もただ私結局今日ケツあるじゃないですか、はい、動きが、はい、私あれ捨てることになるんですよね。あ、じゃあ僕その後打ちますわそれが一番硬いね。確かにそうかもしれない。本当そうですね、はい、で僕は打てるだけの時間、まあ、2-3 時間かもしれない、はい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 、打ってどうしようかなまあいやでもいいです、冗談ですよ、はい、とりあえず一回やってみたいなと、ね、うん、思っております。まあお互い C だったらこれ以上なくつまらない動画になりますけど、そうですね、まあそれがちょっと嫌なんですよね、はいはいはい、なのでちょっと思ったんですけど、でもまあとはいえやることないんで、もうやらないか、まああれやるかの二択かなと思うと、まあとりあえずやっとこうかなと。そうですね、うん、思います。まあ、皆さん違うかもしれないですし、はい、俺のシビやってくださいよ。いやいや全部よやってヘトヘトになるってのはどうですか。私もう未だに手震えるんですから、ね、そうなのすごい慎重にやってんなってのは見てて思ったんですけど、はいはいはい、じゃあお互い C だといいですねということで、はい、じゃあ僕もちょっと隣失礼します。了解です。はい、設定して打っていきたいと思います。用意台です。用意台のつもりでいきます。200だね、これはきついね。ありました。85ゲーム。139ゲームで CB から当たりましたね。さすがにダメですね、うん、もう終わっていい？いい？まあ、せっかく2人で打っているという日なので、できれば私の目の届く範囲で何か高設定挙動、高設定濃厚挙動を示す台があれば教えたいんだけど、私の今近くにこうパッと見で高設定挙動が分かるような機種がないんですよね。後ろはクラセレだし、クラセレはパッと見分かんないですもんね。ボーナス確率ぐらいですか。まあ、隣が富士子だから、富士子ではまあ4以上確定演出が出るとかなんか出たらまあチェックしておこうかなとは思いますけど、遅れた、多分遅れたね。そうですよね。はい、確定。いやあ、私の名字ミスをしやすい参加場に該当してしまった。朝一、たまり後、食事休憩後。そういえばバンバンの C といえば、私地元のお店で立ち回ってる時にお店の店員さんとか店長さんとかともまあ交流とか情報収集とかでお話ししたりするんですけども、
バンバンの C を使う店で、店長さんと、まあ、世間話なんかをしてたんですけども、その店長さんがこうやっぱりお店にとってこう歓迎していないお客さんとかっていうのがまあたまにいらっしゃるようなんですよ。で、設定 C を入れてても開店前の並びにそのあまり好ましくないお客さんが並んでると、でその人はバンバン打ちそうだってなったら、並びの客層を見て入れてた C を C じゃなくすこととかがあるらしいんですよね。だから私もともとそういう可能性もあるだろうなと思ってたので、競争率がそこまで高くないっていう状況で確固たる狙い台があるときはあまり長時間並んだりしないんですよ。わざと自分が並ぶことによってそのあいつはこの台打つだろうから下げておこうかって思われる可能性があるので、極力開店直後にお店の入り口に行ったりとかすることが結構昔からあります。やっぱりその開店前の並びの客の顔を見てその急遽設定を変えるっていうこともお店側は少なくないみたいなので、その辺も考慮しながら立ち回るっていうのは結構大事かもしれないですね。バンバンはビッグ引けないと変わってないですからね。しかもほぼ設定差がないクロスチャンスっていう通常時に引く5000分の1ぐらいのあれいっぱい引けるか引けないかで結構収支変わってきますからね。確かね1日最高6回7回だったかな、確かデータも残ってますよ。7000ゲームで5回だ、これが最高かな。この日は結構勝ちました。3000何枚だが出てクロスチャンスの成立確率次第なんだよな。135ゲーム、119ゲーム。こうやってバンバンの C や C プラスって頻繁にボーナスが成立するじゃないですか。だからこうやってボーナスの直揃え回数を増やせば増やすほど割は上がるんですよね。なのでできれば直揃えできる打ち方、この中リール7バンバン7の上の7を上中段に目押しっていうのをおすすめしたいです。私のシミュレート値からも分かるように今私ビタ押し100回でミス3回なんですよ。まあビタ率 97% じゃないですか。 97% だと105% を超えるんですよ、シミュレート値からだと。まあ、105% 超えてたノーマルタイプだったらまあ硬いかなと思って、私は割と C プラであろうと無印の C であろうとお構いなしに結構回すんですけども、私さ、まあ、漫画でも書いたんだけど6号機ってこの安い入りました安い台でも稼働量勝負でぶん回して結果を出すっていう打ち方が私のスタイルがあんまり合わないんですよね。なんか6号機って設定6じゃないともう結構厳しいよっていうようなイメージが私にはちょっとついちゃってるので、まあ、まだ私が6号機の経験値自体足りてないのかもしれないけど、だからより一層今まで以上にノーマルタイプにのお世話になることが多くなるんじゃないかなって個人的には思ってますね。っていうかすごい CB 確率ですねこれ。今1400で20回ですよ。これ本当に C プラスなのかな。ちょっとベルビーみたい。ベルビーが 33.6、 おー C プラ寄りだ。
本当にシープラなのかな。トサさん私初めてですよ。え、じゃあ捨てるのこれ。あと数時間で。リプレイ示唆、リプレイ告知で、デメはバンバンオアボーナスなのでボーナス。お、久しぶりのビッグヒーダー。これは7ビッグか白ビッグかっていう時には7バンバン7の下の7を下段にビタ押し、中リールの上の7を下に下段にビタ押しで、7が止まれば7ビッグ、その白図柄が降ってきたら白ビッグですね。で、3秒以上、 3.3 秒以上押すと、で、越後屋が笑うんですよ。越後屋が笑うと、私が大好きな多山アイズの青ビッグのノーマル BGM I'll Be There っていう曲が選べるようになります。I'll Be There ね、この曲大好きなの。この曲の時だけちょっと上げようかな。そう、ゲーム数1700ゲームぐらいで、ビッグが2、レギュラーが22回、不合成確率が70分の1、7ですね。ボーナス、205ゲーム白ビッグ。数字的にはですね、今2200ゲーム回してビッグ4回、CB が26回、どっちも設定6以上、あ、設定 C プラス以上で、ベルビー確率が 31.1、 これ C プラなんじゃないかなマジで。で、 CB 中のチェリー、260分の9、28分の1だから、まあC と C プラスの真ん中ぐらい。結果、かなり C プラス寄りのデータということで、やめたくないけどやめます。飛行機がなくなるので悲しい。はい、投資が、1000円で46枚か、ここ46枚貸しですもんね。投資46枚で出玉が1171枚なので、いくらだ、1100プラス1125枚。素晴らしい。お疲れ様でした。いいんですか帰って。いや、それもちょっと迷うところなんですけどね。いや本当ですよ。なんなら僕も前乗りやめたいですよ。譲っていただけるなら。ちょっと帰りの飛行機を飛ばしてまで、はい、打つほどの期待値ではないかなと思ったので。なるほど、泣く泣く。そうですね、はい、いやでも帰りの飛行機はキャンセルの電話を入れれば別にキャンセル料ってかかんないですよ。いやちょっとさすがに。なるほどね、パックなんですよね今日。あ、そっか、そうなんですよ。あ、なるほどね、まあ、いろいろあっての、はい、じゃあ続行できずっていうのは、はい、まああれですよ、今日のテーマでもあります。そうですね、短時間で、はい、パチスロを打つ人の、はい、など途中で捨てなきゃいけない気持ちが分かった感じになりましたか、ね。まあそうですね。ただまあ私が浅見さん の、はい、立ち回りとかも見てて、私の考え方とかも合わせて思ったことがあったんですけども、はい、やっぱりこう決められた時間までの勝負ってなると、はい、今日わさびさんやっぱり見切りが結構早かったじゃないですか。早かったですね。バンバンもまだ私なら状況入ってる状況があるんであれば、落ちたんだけども、見切りも早かったし、あ、そうですね、私も結局早く見切れる機種最初から行ったし、うん、やっぱりその見切りの速さを求めるっていうのが、まあ、短時間勝負のそうですね、秘訣なのかなってちょっと思いました。それ言っちゃうと花火通は全然あれでしたけどね。見切りの速さ、見切りは状況でやめちゃった感じだったんで。ただでも後で見たら出てる台は出てたんで、まあどうだったのか分かんないですけどね。というわけで、はい、すごいいい結果でしたね。そうですね、まず2分の1引いたらでかいですね。あ、一応、うん、
埼玉県のメガガイアの3番、はい、9番も意識して、まず3番の方座ったんですよ。はい、ああ、なるほど。はい、俺なんかさあ、そうだ、これ別にカメラ映ってないですけど、僕あの後打ってたんですけど、はい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 、自分の台が松尾さんだったか9だったかすら見てない。いや違いました。覚えてない。違うんだ、はい、あ違ったんです、ね、一応ドンツーの松尾9番に QR 仕込んどいた、はい、あーですね、右の台ですよね、はい、そうですそうです、ここに仕込んでるのは僕分かってました、はいはいはい、なのでわさびさんのは違います。はい、そう、もう俺がドンツーってのでバレるじゃないですか。いや僕あの2台目だったんですけど、あの台、はい、確率悪かったんですけど、はい、息が最後プラス息だったんで、はい、ハマりやめしてたからやってみたら、あれね、わかんないです、あったかもしれないです。ですよね、結構出ましたよね。出た。そうですよね。カメラ置いとけます。正直なところ、今度新しいパネルが出るじゃないですか。はいはいはい、新しいパネルが出るからドンツーずいぶん打ってなかったんで、ちょっと復習しておこう込みで、まあでも、はい、あと誰もいなかったから、まあちょっと早見切りで打ったらいいかなと。実はこんなに出てまして、1230。うん。実は49枚マイナスまで戻しました。おお、すごい。まあまあちょっとラッキーでしたけど、ただベルは振りは良かったんですけど、正直か、はい、は良かった。6.8 だったんですけど、他が良くなくて、チョウも2回しか出てないし、はいはいはい、ちょっといまいちいいのか悪いのか分からないまま、まあ1000ゲームちょっとだったんで、やめるという感じになりましたけど、どうでしょうかね。まあ、でも今日はお互い、短い時間の中でやるべきことをやれたのかなとは思いましたけど。そうですか。僕完全にポケモン行こうと思ってましたよ。フォローが上手いんだから本当に。結果どんどん出てたじゃないですか。いやまあそうなんだけど、はいはい、映ってないしね。出ながらやべえな、申し訳なかったからってちょっと思いながら、うん、カメラマンさん一人暇になっちゃったんで、ね、隣同士で打って楽しそうに打ちすぎて、ね、こんなに楽しそうに打ってんだったら絵にしたらよかったんじゃないかぐらいの感じになっちゃいましたけど、はい、まあまあまあでもさすがですよ、ガリドさん。いやでもサクリと C プラス、はい、良、ね、かったなと思います。目押しは、まあ、僕あんまそういうの気にしないですけど、目押しとかって一応見てる方気になるのかもしれないんで、はい、どうでしたか。今日今回26回で見倒し148回で、はい、ミスが4回ですね。4回なので 97.3%、うん、素晴らしいぐらいですね、はい、僕6回見倒しして6回成功したんで、100%だ。結局僕の台って動いたんですか、あの後。いや動いてないです。分からない、はい、分かんないですよね。まああったかもしれないし、なかったかもしれないし、うん、まあ300ゲーム弱200ゲームでやめたんで、はい、まあなんとも言えないっちゃ言えないですけど、でもなんか C プラスだって聞いたらおそらくね、はい、そうなかったんじゃないかなって思えるから、はい、まあとりあえず良かったかな。ストンと落ちますよね。あ、そうですね、はいはい、気持ちよく終われたかなという感じはいたしましたけれども、はい、まあね、今回のテーマ先ほども言いましたが、夕方までの立ち回りということで、はい、主にこのね、左のガリさんがお手本になったんじゃないかなと思いますけれども、ただまああれですよね、立ち回りっていうかね、一発もなっちゃったんで、いやいや、まあでもそれはそれで素晴らしいことだと思うんですけど、まあ動きがあっての最終的にっていうのが、まあまた今度打つ次にできたらなとは思うんで、そうですね、とは思いますけど、まあでも次回はなんかね、前回のそのゲーセンからの飲み屋行ったじゃないですか、はいはい、あれがなんかよく好評なんですよ。いや私もめちゃめちゃ好評なんですよ、ね、めちゃめちゃ効くんで、はいはい、やっぱホールで打たれるのがいいっすよ我々。まあとりあえず私わさびさん相手だと、はい、多分半日ぐらい喋ってても尽きないぐらい、確かにネタ的にはね、はい、そうですね、なのでああいうのもありなのかなと思います。そうそうそう、はい、またああいう回もですね、ぜひやりたいなと思いますし、はい、まあ、また今日の、立ち回りが、まあ、最終的に、まあ、もっと長く打てるような日もね、はい、またあったら楽しいかなと。そうですね、うん、まあ、だって C プラスが最後どうなるのか見たいじゃないですか。そうですね、うん、ね、僕も次はピラミッドアイの6を積もるぞ。どうしました。わかんないです。ピラミッドアイの6打ってみたいです。打ったことあります？ないです、ないです、ないです。そもそもピラミッドアイ打ったことないです。ああそうですか、はい、うん、あれの6はやっぱ現行棋士で一番勝てんじゃないかな。ああそうなんですね。 99.9999% ぐらいですよ勝率。へえ、はい、なのであれの6積もってみたいなと思うんですけど、まあ、またね、今回越谷を里店さんでやりましたけど、はい、まあ、またホール変わるかもしれませんし、また違った立ち割りの種類も見せられるかもしれない。ホールじゃないかもしれないし、そうホールじゃないのがいい。すぐ飲んじゃいたい。今日もこの後飲むんですよね、はい、移動してからね、この人がね、はいはい、この人と移動してから飲むんですけど、そうですね、なのでスッとやめましたよ僕。そうですね、良さそうだけどスッとやめましたよ。はい、はい、まあお互いねお酒大好きですけど、またそういう機会もあるかもしれませんので、はい、また次回以降も、よろしくお願いいたします、はい、それでは本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。飛行機やばいですもんね。行きます。